さっきドバイの続きやけど、ブドウの実みたいやけど、パソコンで金持ちになる人はね、ほんと100万人に1人。今切れたけど、飛びた数の1300万円、ドバイにおる与沢君ね、言うとは、子供前も転売で1億ね、情報商材売ってますわ、いや、ここで。だからね、何を言いたいかというとね、たと、あの、アフ、いや、インターネットで金持ちになる人は、ちょっとね、100万人1人、10万人1人もいない。例えばね、俺今、広告コムとか素材コムとかね、いろいろワードプレス使ったんやけどね、今わからんから研究しとるけどね。それでね、これね、例えばね、このスマホがね、容量なかったらもうメモもできるのですよ。だからそれ、スマホに1台2台持ったでしょ。1台はそっち青があるけど、テレビだけね、ヤフー使えない。それで、1つパソコンもフルなんで、例えば1台やけど1台だけで仕事できるんですよ、見ながら。できることできる。そういうパソコン壊れたから。だから何を言いたいかというと、意外と難しい。それで、ちょっと無理、普通の人は。俺、10年かかってるんですよ。生活保護は10年目の、インターネット経理が1998年。だから1万2000しか年金なかった男がここまで来ましたわ。俺、ナンバー出た回数500回。だけど、そんな人はおりません。それで、アフリエイトでもね、紀ノ国屋商店ナンバーの皆さん知ってる通り。そこでね、アフリエイトのなんとか、こんな本読んでる人はおりません。俺、古本屋でもあれですよ。金なかったら買えないし、何を言いたかったら、機械がツール、例えばね、電話でもそう、米コミュニケーション、これセットで1万円やけど、テレビ電話とこの、インターネット付きね。その1万がね、例えば1万円、2ヶ月分で俺も2万ぐらい払ってるんですよ。振り込み料とね。それで、広告素材込みが6000円ですよ。ワードプレスが安いのは8000円から1万円になったけど。だから普通の人には無理。生活保護でやりくりうまくなったでしょ。それで首も缶詰も17個あるし。だから普通の人は100%無理。やっても無駄。ほんでね、アホはどうのこうじゃ。もし、結局ね、1300万の、ヤフーでもいろいろ書いてるけど、打ち上げ書いてないでしょ、ワードプレス使ってて。使ってて、その使い方がわからない。で、機械もない。一台じゃ無理。だから、普通は100%無理と。だから、労働者がなんか言ってました、テレビで。家賃15、違う、給料15万、おにぎり1個しか買えない。現実ですわ、それが。それが現実です。だから今日も福祉の人が1000円の靴下も買えないと、それが現実です。だから、金も、一般社会で金持ちになる人はおりません。だからちょっと変わってんの。学ぶくんもあれですよ。ビルマ行ってね、仕事せんで辞めて、そう、辞めた人が多いですわ。辞めてる石垣島に渡って小雪っていう人もおるんですわ。それからもう奥町になって、そのバナナですもん、それ。工場勤務から辞めて情報商材作って20億とか出ました。俺インターネット経営20年、よしとるでしょ。だから普通の人は無理。以上。情報商材作らなくちゃ。